島原藩。島原藩は、非全国島原周辺を支配した藩。初期は、日、野江藩と呼ばれる。藩長は、初期は、日の向城、長崎県南島原市、後島原城、長崎県島原市。島原は、戦国時代、有馬氏が治めていた。キリシタン大名の有馬春信は、関ヶ原の戦いで東軍に組みして、本領を安堵されたが、 慶長17年、1612年、岡本第8事件により、海の国とどめに、幽閉の上、切腹に処された。しかしこの直角は、父の春信と疎遠で幕府とも、親しかったことから、事件の類が及ばず、医療を継いだ。直角は、慶長19年、1614年、日向国県藩、延岡藩に、家蔵の上、天保となった。 その後しばらく幕府領となったが、やがて年那2年、1616 16年、松倉重政が山和国五条藩より四万国で入る。松倉氏は戦国時代、筒井純慶の家臣として仕えた。特に重重政の父、松倉重信は、島政教と共に、右近左近と称されるほどの名称であったが、重政は父に似ず暗具で、領民に過酷な政治を敷き、 キリシタンを厳しく弾圧した。また、彼の代に、島原城が築かれ、成長は、日野工場からこちらに移った。そして、主ゲ政の後を継いだ勝家は、父以上の過酷な政治を敷き、キリシタンを厳しく取り締まった。勝家の残酷さを示すものとして、年貢を払えない者には、美濃を着せて生きたままあぶりに、処ョという、いわゆる、身の踊りという処刑方法があったという。 また、年貢を払えない者の子女を捉えて処刑したり、幕府の関心を得るために4万国の取り立てを10万国と申告するなど、島原はまさに地獄そのものだったという。この過酷な活意への政治に、ついに領民の怒りが爆発し、官営14年1637年に天草四郎を総大将として、有名な島原の乱が起こる。領民の怒りは凄まじく、 松倉軍の中にも、領民側に願える者が現れたため、松倉軍単独ではとても鎮圧できなかった。ここに至って、江戸の幕府も、事態を重く見て、板倉重政を総対象とした、鎮定軍を派遣するが、重政はこうに焦って戦死してしまう。代わって、知恵、いずれ有名な老中、松平信綱が総対象となる。信綱は、 九州初大名およそ十二万を総動員して、原城を兵糧攻めにした。この中には、戦国時代の古津和立花宗茂らも加わっている。反乱軍も、兵糧攻めにはかなわず、三ヶ月後に反乱は鎮圧。四郎をはじめとする反乱軍は、皆殺しとされてしまった。その一方、領主の松倉勝家も過酷な政治を敷いて領民に、 反乱を引き起こさせた責任厳しく問われ、乱の鎮圧後に斬首刑に処された。勝家が大名の身分でありながら、武士としての名誉の刑である切腹さえも許されず、一回の罪人として斬首刑に処された点からも、幕府が勝家の罪をいかに重く見ていたかが伺える。松倉勝家の後、徳川氏府大の家臣、小力忠夫社が、 東都海国浜松藩より4万国で入る。忠房は、乱で荒廃した島原地方を復興することに尽力した。そして巧みな農業政策や植民奨励政策などを行って、島原の復興を成し遂げたのである。ちなみに現在、島原に多くの方言があるのは、忠房が各国の武士の次男、三男や農民などの植民を奨励し、 様々な国の人々が島原に到着したためと言われている。しかし、忠房の後を継いだ高市長は、藩の体制確立に躍起になったためか失勢が多く、幕府より都がを受け、漢文8年、1668年に開役となった。かわって、丹波国福知山藩より、福生津松平氏の松平忠房が6万5000国で入る。松平氏は古代にわたって、 島原を支配したが、関延2年、1747年に、下屋国宇都宮藩の戸田忠光が7万7千国で、入り、入れ替わりで、松平氏は、宇都宮へ移法。戸田氏は2代続いたが、安永3年、1774年に、宇都宮へ移法されていた松平氏が6万5千国で、再び戻ってくる。戸田氏も入れ替わりで、宇都宮へ戻る。以後、 松平氏が八代にわたって支配し、明治四年、1871年の廃藩地県を迎え、島原県となった。その後、長崎県に編入された。島原の乱の教訓からか、松倉氏の後に入った、高力、松平、戸田の三氏はいずれも、徳川氏普代の家臣である。なお、島原は、気候温暖であるが火山地帯で土地が痩せており、 実際の年貢の収穫校は、表高よりも少なかったと言われている。四万国戸様、ま、1600年から1614年。1614年から1616 16年。四万国戸様、ま、1616 16年から1638年。四万国譜代、1638年から1668年。六万五千国譜代。 1668年から1747年。7万7千国府大、1747年から1774年。6万5千国府大、1774年から1871年。福岡地松平家時代の島原藩の江戸屋敷は、上屋敷が有楽町、月屋橋交差点付近に、中屋敷が三田にあった。上屋敷は明治維新後に、 最後の藩主、松平忠一が講演していた、明治法律学校に提供され、1886年に、神田駿河台、後の明治大学駿河台校舎へ移転するまで、同校の校舎とし使用された。後に同地には、明治大学発祥の地の石踏みが混流されている。一方、三谷あった中屋敷は政府に接収された後、慶応義塾に払い下げられ、後に、 慶応義塾大学の三田キャンパスになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。